ね、いやもうね、はいはいはい、ひどいよセクハラが祭りちゃんの。そんなことないじゃん。いやだってさっきおまた触ってきたからね。違うよ、漏らしたって言うから確認してあげようね。飲み物をこぼした漏らしたって言ったのよ、漏らしたって大丈夫って思ってちょっと確認してみようと思ったの。こいつコンビニでおっぱい触ってきたからね。いや違うんです、コンビニでなんかとあるね、あのまあ名前は出さないですけど方のラベルみたいなのがあって、うん、あったね、なんか、うん、めっちゃ好きなんだよねって言ってたの星川が。だから嫉妬したんですよ祭りは。嫉妬しておっぱい触れる、どういうことまあ祭りは触れるけどねって、そのキャラクターにもうマウント取る気持ちでいた。気象予測なんだけどいやもう最高ですよ、今日が一番幸せ、うん、ここ最近で私は最悪。え、うん、コラボしてもらえて、いやこちらこそ誘ってもらえると思わなかったからさ、うん、ありがとうございます。しかも、はい、愛しの星川にね愛しのどこ見て喋ってんのまたきしょいなんでひどじゃあ行くよ。なんで、あ、そんな手を握ってて映画は何食べたいの。いいよ、はい、手を握って自分でこうやって、ありがとう、はい、食べに行きなさい。もうやだなんでよやだよ。せーの、あーあー、めつめつ、なんでめつ、ちょっとセンシティブだよ、めつ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 のは良くないよね、みんなね。いいわから、はい、はい、あー太めのポッキー食べて、ねえ、キッソおい、あ、あ、残りはいらないの。いらない、いらない、やめて、食べない、絶対食べない、いいのいいのかな、やめて、食べちゃった、喋ろ、これ食べ終わるまで。うん、わかった、祭りも食べていい、ポッキー勝手にして。あ、冷たい冷たいけど、まあ、照れてるんですよ、星川は。違う、照れてないよ。うん、照れてるよ、うん、だってね、うん、ディスコードとかだとね、まつりちゃんがいてくれてよかったとか言ってくるなんで今日殴れるからね、距離がもう定期的に殴られますよ、ね、やめてね、うん、てーてーでしょ、そこはすぐ手出るからね、てーてーね。